全くノープランなんですよ。僕が皆さんにぜひお伝えしたいのが、自分から動こうって、受動的な生き方やめよう、能動的な生き方しよう。で、能動的な生き方をすると必ず批判を受けます。で、失敗すると馬鹿にされます。なんで皆さんは能動的な生き方をしないで受動的に生きてれば誰からも責められない、いや誰かがこう言ったからこうだったんだろうって言い訳もできる、そういうリスクのない人生つまんないよねと。今回もなんで俺こんな会やってんだろうわけわかんないですよ。夏、ゴールデンウィークの時に家族連れて僕も行くとこなかったんで、ちょっとお台場行こうかってお台場行った時に肉フェスっていうのをやってまして、もうフェスって今流行ってるやつだろうと、どんなことやってんだろうって言ったら肉売ってるだけだったんですよ。あ、これでフェスって呼んでいいんだ、じゃあ俺もフェスに参加できるだろうってことで夏フェスって名前をつけてみようかっていう体験をしたかっただけで、人生そうなんです。そうなんですが、毎回なんで俺ここに来なきゃいけないんだろう。それじゃあ高井さん一言ご挨拶を。お名前なんておっしゃるんですか。阿部さん、僕人生相談一人だけ来てくれたんですが、それ以外全員やろうと思ったんですよ、こんな感じので、今回も多分女性いないんだろうなと思って、気持ち悪い男ばっかりの集団のバーベキューって気持ち悪いなと思いながら来たんですが、何が目的でお越しいただいたんですか。はい、ナンバでしょ。ねえ、ナンバにしたんですよ、女性がいるっていう。俺には全く女性ファンいないんで、お前だろうなっつったら誇らしげにしてたんですが、やっぱりそういうわけですね。わかりました。さあ、それでは登場していただきます、南原辰樹さんです。お願いします。奈良さん、一言皆さんにご挨拶お願いします。今日はがなりさんにですね頼まれて仕方なく来ました。なんかテレビでも見てて分かると思うけど、根本人間的に違うんで、まあどうしたもんかなと思ってですね、まあ嫌だなと思いながら、でもうっかり約束しちゃったんで、わざわざ名古屋から来て、もう早く帰りたいなと思ってるんですけど、まあとはいえ金谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これで音は平気なのかな。いや、それ一応マイク持たないとダメ。もうちょっと近づいていただければ、はい、このぐらいだと大丈夫。はい、はい、お二人はマネの虎終わった後今もご進行あるんですか。細々とゴルフ以外では一切会話しない電話番号も知らないです。二人の考えは全く違うってことなんですけども、お互いを、南原さん、高井さんの考え方をどう思っていますか。はっきり言って気違いじゃないかと。分かりやすく言うと差別用語かどうか分かりませんけど、それぴったりだと思ってますけど。高井さんは南原さんの考え方、生き方を。あれですよね、3と3は6だ、6以外ないんだっていうのが南原さんの考え方で、10作りたいんだったら3と3にあと4足んないんだったら4の要因を作れっていうのがビジネスなんだろうなと。いや、気合いだよ、気合いと。あと3たす3が6つまんないじゃないかと、2たす2で6になんねえかなっていう、うん、そういうのが人生面白いんじゃないのかなっていうのが僕の考え方で、南原さんの それはね、ちょっと小学生以下ですね。まあ全然おかしいんで、僕は自分はですね世田谷区役所で水道係やれると思ってるんですよ。まあ普通、ね、ビジネスの世界でも普通、この人得意体質みたいなもんだから、長くですねデマンドの社外あれはオブザーバー、社外取締役やらせていただきました。最も嫌いな人間に役員会議の時に反対する人間がいないんですよ、うちの社内。僕は独裁者なんで。
ね、ナンバーさんがいてくれるとタチ入れてくれるんじゃないのかと思って入っていただいて、毎回いろんなことやるっていうとわけわかんねえって言われて、言われてもだってやりたいんだもんっつってやってくるみたいなことがあのゴルフ以外でありました。はい、まあ、両手両足を上げて反対したんですけど、まあでもね、実を言うとこっそり隠れて社員は少しこっちになびいてた時もありましたけどねこっちの方がやっぱり正解じゃないかと、3たす3は6じゃないかと、そうするとえそうだけどこっちに少しって感じで、まあ、あの お互いをどっかの部分でリスペクトするとかそういうような、全くないです全くないですね。ナンバーさん的な生き方はつまんないと思ってるんで、はいはい、ただ僕は人それぞれが価値観があっていいと思いますんで、あの全く真逆の2人なんで何を質問されても違う答えが出ると思うんです。その時に自分にとって心地がいい方法を選んでいただければ、僕一人だとどうしても全員のことをカバーできないってことは自分でも分かってます。ただできれば俺の方に来た方が面白いと思いますよっていう気持ちはありますで、ダメなんだったら諦めてナンバーさんの方に行くとそこそこ生きていけるっていうのが僕の見解です。ナンバーさん的にはどうなんでしょうか。もっと人生ダメになるかもしれないですよあれね、やっぱりガガイさんちょっと特殊なんで、こうやって生きてる人間っていうのは1万人も1人もいないんですよね。そんなたまたまハマってるだけですから、運よくエロ業界でこんだけハマったのは、まあ、タイミングと運で、まあ、あとはですね、あの奇想天外な発想と気違いみたいに、だ1000人の人が反対して999人が賛成するようなことの、その一人の特殊なことをやって成功できる人間っていうのはそんなにいないんで、絶対ついていっちゃダメですそんな人の話は聞かない方がいいってことなんですね。まあ、まず1万分の9999の確率で失敗します。あ、そういう意味で僕はあの負け犬って言葉をよく使うんですが、うん、あの敗者復活戦なんです。あのきちっと王道で成功できる方々は僕のところに来ない方がいいと、何らかの理由があってうまくいってないっていう時に、じゃあ一か八か敗者復活戦に勝負すると、もう死んでるんだろお前ほとんどと、なら最後の一勝負しないかっていう部分で人生相談では危ない方危ない方を僕は紹介させてもらってるんですが、あのきちっとあの王道で歩いていける方々、東大出てるとか官僚だって方々には僕何も勇気ないです。あの挫折した方々に敗者復活戦としてこんな生き方があるよと、ただこれは万馬券買うもんなんで当たんない場合が多いんだけどと、ただここで僕もう一個あるのが、自分が当たると思ったら当たります、当たんねえじゃないかと思いながら勝負しても当たんないんです。なんで僕がこういうふうに来たらいいよっていう時に、あの危険を感じた方々は南原さんの方に行っていただいて、面白いなと思ったら僕の方に来ていただけるのが、あの全員が幸せになる方法なんじゃないかと思っております。全員じゃなくて多分一人しか幸せにならんと思いますもう必ず何か言うと何かキリがないんで、じゃあちょっと早速、質問というか相談というかある方いらっしゃいますか。ぜひあの南原さんファンの阿部さんに南原さん、やっぱり女性に聞いたら南原さんのファンだそうです。 はい、ありがとうございます。いつもストーカー的に来ていただいてそうなんですね行きますかね、ちょっと マイク。何も考えてなかったんですが、はい、あお二方に質問します。ありがとうございます。この夏どこか旅行に行かれますか。すごいためた割にはあれだな。後が楽になりますよね。この夏のすごくいい質問だと思います。この後が本当楽になると思います。何でも聞けるねこれ。何でも答えてくれますんで皆さん、はい、あの次の質問される方大丈夫でございますんで。じゃあ高橋さんからどうぞ。はい。僕はあの家族をすごく大事にしてるもんで、夏は必ず家族とどっかに行く、あの子供たちの体験になるように新しいとこ新しいところ、あの何か刺激を与えてあげたいと思っておりまして、でずっと続けてきたんですが今年途切れましたあの息子があのサマーゼミだなんとかでほとんどいない、で何か友達とハワイに行く、であの娘はあのなんか合宿もう受験生なもんで合宿があって、あのほとんどいられないってことで、あのその前からずっと計画を立ててたんですが全部ダメになりまして、娘の合宿の時にかみさんとあの箱根に一泊くらい行ってこうかなと、
ぜひ皆さんですね、小さいお子さんがいらっしゃいましたら、小さい時はどこでも連れていけるんですが、高校過ぎてくると親と遊んでくれなくなりますんで、目いっぱい小さいうちに旅行しておくといいんじゃないかと思います。なんで家でブラブラしております。僕はですね、旅行っていうのはあんまりしたことがないんですけど、出張をよくしてるんですね。まあ、世界各国に出張してまして、今ちょっと興味を持ってるのはですね、パキスタン、日本大使館によるとですね、日本国民は直ちに避難しなさいって書いてあるんですけど、ちょっとそこへ出張に行ってこようと今思ってまして、最近で言うとバングラ、パキスタン、タイ、それからミャンマー、ベトナム、ちょっとそういったところにビジネスを見出そうとして、出張をこれから多分この1年間ぐらいほとんど日本にいなくて、その辺を転戦していると思います。やらしくないですか？そこも噛みつきますか？そこ突っ込めないじゃん今。仕事で転生してるだけじゃないですか。今ちょうど仕事立ち上げてるんで、新しい仕事。子に捨てられてどこも行くとこないんですっていうのに対して、僕はビジネスマンとして世界を股にかけと。嫌ですよね。ねえ、大丈夫でしょうか今の。はい、じゃあ続いてご相談を聞きたいです。なんで南原さんのが俺よりいいんですか？男ってやっぱり面白みあった方が良くないですか？ギャップがあった方が。ありがとうございます。質問ある方いらっしゃいますか？高橋さん、どうなるか、ね、そのマスクを、はい、あ、タコと言います。ソフトバンクの孫さんが、内発的動機づけと問題解決能力、不確実性への耐性、この3つの能力が、必要だということをお聞きしてまして、そんなん高橋さんに言っても意味が分かりませんよ。まずそれ真逆で聞く前に真逆じゃないですか。で高橋さんがすごく能力あるのかなというのが、その不確実性の耐性、この力をつけるにはどういうことをすればいいのか。代わりに答えてあげるけど、確実性の耐性なんか高橋クソくらいですよ。不確実性を求めてるんだから。一般の人としては、その不確実なことをやることですごく不安になるんですよね。そこが高橋さんにとったら全く問題になってないのかなと思ってまして、ちょっと教えてもらえたら。うちの政策の子たちには常日頃言ってるんですが、日々バカなことしてろよと。何が得だとか、何が損だとか、何が効率がいいとか、そういう発想しないで、やりたくなったらやる。何かポン引きのお兄さんが3000円ポッキーで行けますよとか言ったら行って、そこで20万取られたとかすりゃいいじゃないかと。流されて生きていく、そういうことを日々してると、何が起きても体制ができちゃうんですよ。要は自分の思い通りにいかないっていう。そこでどうしたらいいか。20万だって言われてるんだけど金がないって言って 2,3 発殴られれば数千円で済むんじゃないのかとか、そういうことをしていくために、そのいつもいい思いをするんじゃなくて、いつも悪い思いしてると、それが習慣になる。面白いものを作りたいんだったら、人と違うバカなことやってろよと。で、逆に言うと、その確実性のあるような人生、1年後には何をしてるか見えてくると、すごいつまんなくなってしまいまして、要は刺激がないんですよ。どうなるか分かんない。実はさっき控室でも、俺大体もう講演とかそういうのって何も緊張しなくなったんだけど、南原さんとディベートするっていう、そういう僕講演ってやったことない。無意識のうちに、あ、南原さんに来てもらってこれやろうよっていうことを言ってたんですが、あ、後で考えるとまた僕の不確実性な講演会みたいなのをしたいと思ったんですね。もう慣れたことやりたくないっていう。一番楽なのは、後ろにモニター作って、それでパワーボードでそれを解説しながらやっていくみたいなのが、すごく確実に時間効率よく皆様にお伝えすることができるんですが、それがもうできるようになったらば違うことやってみたいと思って、要は日々そういうレールに乗らない習慣、自分の中でこれだったら確実にできるってことを、日々だったら違うことやろうってことをやっていくと、
それが日常になりますんで、普通になりますんで、その方が緊張しなくて済むっていう。あの昨日ですね、あの新宿のロボットレストランというところに行ってきまして、あそこが1人、まあ、8000円で入れまして、で僕以外全員外国人だったんですね。で人数数えたら、まあ、1公演200人だから1回の公演で200万入ってるのかな。これが1日4公演だから1日で800万、1ヶ月にするとまあ、8000の、まあ、2億ぐらいですかね。でそれが作ったのが大体、1億円ぐらいで作ったという話聞きまして、まあ、1ヶ月で元取れてるのかな、まあ、それぐらいの大きなビジネスをやるときに、まあ、高橋さんだったらもう何も怖がらずにいけるのかなとか。ただその集客ですね、外国人を集客するとかそういういろいろ問題も出てくると思うんですけど、その辺行ったところっていうのは、もう一回ロボットレスラー、はい、あちょっと悔しいんですよでずっと言ってるんですが、同じあの歌舞伎町にあのこのぐらいのスペース借りれないかなって言ってまして、あの1年が毎日盆踊りの祭り場を作るんだとで AV 女優さんたちが浴衣着て踊ってるんだと、そこに混ざってあの踊ってもいいし、周りに敵屋を作っといて、そこで肩もみサロンでどんだけお金損したの前作った肩もみサロン、肩を揉むっていうサロン作ったんですよ。アホじゃないかって。握手会で流行ってるって言うんで、握手会のウエストは肩もみだろうと、肩もみアイドルっていうのを作ろうって言って、あの相当損しましたが、相当1億損してますよ。渋谷で失敗したんで、場所が悪かったっつって秋葉原に変えたんですが、秋葉原でもダメでした。さらに傷口広い。プロモーションビデオをガムに取りに来ましたそういうのは慣れちゃうんですよ、失敗に。で逆に言うと失敗してると楽しい。うまくいくとみんなが期待してるんで、その通り続けなきゃいけないんですよ。僕は飽きてんのに続けなきゃいけないんですよ。そっちの方が苦痛だわってダメだと、あ次のこと考えようっていう。あの皆さんお金があるからできるだろうと思ってるかもしれませんがね、南原さん、お金がいくらあっても多分南原さんは困らないんですよね。減らすぐらいですよね。お金なんかあの、ま、ちなみにお金があるっていう言葉の定義がよく分かんないんですけど、僕お金ないですか。がなりさんの方が俺より金持ちですから。それはよく分かんないです。俺ね貯金ないです、自慢じゃないけど。まあ、でも高橋さんの肩もみサロンを今ちょっと揶揄しましたけど、うちもこの間フレンチレストランを作ってですね、銀行から3億借りてフレンチレストラン作って、それからついでにビストロも作って、金沢にもステーキハウス作って、結局5億円以上使って、かつ運営で1億円ぐらい使って、売ったのがまあ3億円ぐらいですから、あっという間に3億円ぐらい損しちゃいましたけどね。あ、でも僕は面白くないです、損して。ああ普通です。あ、なんでこうやって一緒にやってるのかと思ったら、割とあれですね、失敗好きですね。好きじゃないですあ、共通点、よく失敗してるじゃん。失敗してるだけです、はい、が共通点で、でその時に3と3足して6にしようとして失敗するのがつまんないんですよ俺1と1足して6にしようと思ったんだから、それ失敗するわっていうだからやっぱり 1+1 を6にしましょう。サンタさんはやめた方がいいっていう。いや、いずれにしても失敗した方がいいです。南原さんはその不確実な方を選ぶの、確実な方を選ぶみたいなことで言うとどういう感じですか。僕はあのちゃんと計算してますから、結構かなり確実を求めて確実なとこへ舵を切ってるんですけどと言いつつ、まあ、がなりさんに言わせると多分心の中でお前パキスタンに何しに行くんだとかと思ってるはずですから、まあ計算通りにはいかないですね、ビジネス。あの道のないところに道作ろうと思って沼にはまってるのは我慢できるんですが、人が作ったいい道だっつって安心して歩いてた時に穴が開いてて落ちたら超悔しくないですかっていう。俺は自業自得なんだよと、道外れたんだからと。
だったらその道外れたいろんな沼だ谷を楽しんでしまえっていう気持ちになるんですが、それを道人側を信じてその道なら行くが確実だよって言われて外れた時のショックの方が大きいと思うんで、僕はその安定な道は歩かないっていう。まあ、若い時だったら挑戦できると思うんですが、子供とかおる場合でも挑戦はしますでしょうか。すみません、僕は義務を果たして権利を主張しろっていうのが人生だと思ってるんで、うちのかみさんに昔いくらお金を残せばいいって言った時に2億円残せって言われたんで2億円残しました。でこれでいいよねって言ったら、うーん、子供たちにもお金かかるしって言われて、それが5億円になりましたで5億円完璧に僕はもう押さえてあります。それはもう何があってもなくならないって5億円です、うん、僕が死んだ時にかみさんは最低5億円は手に入ると。すいません、これあれですよ、手取りですからね、相続税とか入れるとまた上がるんですが、という義務果たしたんで、うちのかみさんにこれ以外のお金全部使っちゃっていいって言ったら、それはしょうがないのかねって言われたんで、今好きに使わさせてもらってるところで、家庭を崩壊させるったら遊んじゃいけないと思います。義務をきちっと果たしたんで権利として遊ばせてもらってると思ってます。デマンドも同じです。子供たちだと思うんですが、きちっと彼らが生きていけるって環境を作った上でこのぐらいの遊びをしてもいいっていう部分でデマンドの金使わさせてもらってるんですが、デマンドが滅ぶで僕のせいで滅んでしまうような遊び方は全くする気ないです。彼らの人生がかかってますんで、遊びというか挑戦なんですけど、挑戦はしない方がいいという感じですか。いや、この方も僕も挑戦しまくってます。ここまでそのボーダーラインを超えるような挑戦はしない方がいい。そういう意味では南原さんの方が怖いですよね。確かに僕は全額ビットですから、全額ベットしてるんで、もう負けたらもうゼロになっちゃいますから。俺臆病者なんで5億円こと置いといて残りやってますから。今も全額ベットしてますから。でもあれですね、話聞いてると。高橋さんの方がやんちゃにワーワーやってるなあれなんですが、実はベースのとこは確保しといてやるとこでやって、南原さんが実は全額ベットするっていうタイプだったっていうことなんですね。なるほど。昔税理士に言われたんですが、映画で5億円使って南原さんとかにそれで儲かる、いくら儲かるんだった時に1円も儲かんねえって言った時に、社員たちが社長が狂ったと、やばいっつってみんな社員たちがおののき始めたんですよ。それで僕の狙いでもあったんですが、絶対安定してる会社だと思うと彼らがいい気になっちゃうんで、何か危機的なものを作りたいと。ただすごい儲かってる時なもんで、赤字が出るってことは考えられないと、危機を持たせるためにはお殿様が狂ったっていう演出をしてやろうと。で5億円無駄に使うんだってやった時に結構本気でみんなビビりまして、た時にうちの税理士がですね、高橋さん好きに使ってくださいって言いまして、そいつ上から見てるんですよ、うちがどんなお金があってどういう資産で回ってるかっていう、た時に僕はそちらから見た時にこの辺のところに立ってピョンピョン跳ねると落ちるかもしんねえぞってやってると、みんなが高橋さん危ないですって言うんですが、税理士真上から見てるんでまだ5メーターはあるってところでピョンピョン跳ねてたっていうのがバレまして、もうあいつ高橋さん経営者っていうのは自分が滅ぶまで金使えないんすよっていうようなこと言いまして、痛み分かってますから死ぬほど使えないんすよっていう、あれすごく未だに悔しいっていうことであるんですが、僕そういう実はすごい硬い人間です。はい、こっちの人がよっぽど危ないです。でもどう考えても一軒家プロレスっていうのは全く売れないと思いましたけどねあれは僕のせいじゃなくてこの後来る伊藤さんに言ってください。僕もそう思ってましたちょっと止めてくださいよ誰かが確かに。タコさん的には大丈夫ですか。タコさんはこれから自分で冒険した人生を歩みたいと思ってるんですか。それができないから聞いたみたいなことですか。お二人は憧れてまして、まあ、僕はちょっと、公務員じゃってましてです。公務員でも憧れてたけど怖いんでしょ。そうですね、怖かったら絶対やっちゃダメですよ。怖いと思ってやったものは絶対うまくいかないです。で後で振り返るとあんなやばい橋なんで俺うまくいったのかと思った時に後では思うんですよ。その時全く怖くなかったんです。そういうもんらしいですよ。まあ賞賛があったってことだね、つまりね。
計算してるじゃないですか。いや怖くないっていう怖いやつやめるっていう。始まる前は高橋さんがいけいけ言って直原さんが止めるかと思ったら、うん、怖いんだったらやめた方がいいって言ってたから今止め高橋さんが止めるという。ただ僕はあの今5億円なんとかって言いましたけど、その前の30代20代金が全くなかった時に冒険できたのっていうのは、働けば食っていけるっていうのが分かったんで、その最低レインが納得できるんであるならば俺は挑戦した方がいいと思ったんです。例えばの話が、真面目に働いてれば生涯年収1億数千万稼げますよ、フリーターであろうが何だろうが。でじゃあ真面目に公務員で続けて2億円が得れたとする、大した差じゃねえなと。だったら一か八か失敗した時に1億円になってもいいから、青天井みたいな挑戦してみようかなと思ったらたまたま当たったっていう部分で、だそこであるのが怖くなく挑戦できたから多分当たったんだろうなと。あと何度失敗しても痛く感じなかった、そのなんだよ戻ればまたバイトに行けば生きていけるもんっていう、その最低ラインが皆さんもう少し上に置いてるから、これ以下に落ちたら怖いって言って怖がられてんだろうなっていう。家庭持ったらそれ必要ですよね、最低ラインのところが。独身だったもんで。公務員いいね今日も明日もきちんと定時に帰れて。まあでも公務員がいないと日本の国成り立たないからね。僕しっかりお金貯めといて、あの定年退職した後にそのお金でリスク背負ってみるっていうのが、もしもしたいんであるならば、悔いのない人生であるならば、その後義務を果たした後に好きなことされたらいいんじゃないのかな。なるほど、はい。貯めとくといいですよ。やりたいと思ってることをやんないと、どんどんそれがあの熟成していくんですよ、精神が。いやでも定年になってからじゃ何も面白くないよ。60になったら何にもいらなくなっちゃう。そんなね、新しい車もそんなに欲しくないし、ネクタイだって買いたくないし、服だってさ、例えば60過ぎのおやじさんがさ、新しいネクタイボンボン買うかって言うとそんなこともないし、俺は若いうちに公務員なんか取っとってやめちゃえばいいと思う。いや別に公務員否定するわけじゃないけど、楽しめるのはやっぱり若いうちだもん。若いうちいろんなもの欲しいでしょ。チャレンジも面白いしさ、だんだん年食うと、まあこれ僕も経験した中で、やっぱり30、40の時にはまあ売上1000億作ってる楽勝だなと、まあ僕らの時代でいうと、僕が30ぐらいの時には孫正義超えれるなぐらい思うわけですよ。まだ孫正義も今ほどでかくない、ちょっとしたパソコン通販のおやじさんがちょっと成功しだしたぐらいだと、ね、で人の金集めてうまく通してうまいことやってるなあいつと、あいつって。そう、ところがまあ50も過ぎて55ぐらいになってくると、人生のこう最後が見えてきて、今から1000億だっていうと多分お前頭おかしいかって絶対言われるよね。まあ、極端に言うと、小学生が総理大臣になるって言ったらみんながお頑張れって頭撫でるけど、60のじいさんが総理大臣になるって言ったらついにボケたかって言われるじゃないですか。若いうちの方がいいよ、辞めるんだったら今。ありがとうございます。まあじゃあ、 あえてジャッジは聞きませんけども、冒険心は持ち続けて定年後にその冒険をやるのを取るかですね、もう明日辞めるから高橋さんで判断してみてください。はい、次のご相談の方、高橋さん、お出てください。緑の相田さんですね。相田と申します。よろしくお願いします。お二方にあの質問なんですけども、あの後継者っていうことに関することなんですけども、例えばちょっと私個人的に妄想というか、こうしたいなっていう思いがあって、例えば割と自分と同じようなセンスとか価値観とか感覚の人間を、なんか、まあ、それがもしくは自分が学んだこととかを、なんか割と 100% とはいかないまでも、あの 80% とか 70% とか、なんかこう子供なのか孫なのか弟子なのか生徒なのか、なんかこう部下なのか、こう下の世代になんか そっくりとはいかないまでも、こう、あ、こいつは後継者として何かやってほしいなっていう、引き継いでほしいなっていう、なんかそういう思いがなんとなくあの常にあるんですけども、お二方、そういった後継者に関しては、どう思われてるのか、もしくはその自分と同じような感覚とか価値観の人間ってそうそう出会えるものなのか、
どうなのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけども、お願いします。僕あの親族的後継者っていうのは全く考えてないですね。その能力があるかどうかだって分かんないし、それから会社っていうのは頑張ってやってくれてる人たちのもんっていうか、まあ、株主のもんであるっていう主張が今まで強かったけど、やっぱりこれからはその働いてる人たちのもんっていう部分も強いし、まあ、だからうち実を言うとですね、この間までまあ結構人もいて社員数5500人ぐらいいたんですけど、まあその後継問題になる前に、まあ、例えば社長に MBO つまりマネージングバイアウト自分で買ってもらったりとかですね、まあ、もうちょっと大きな会社の下に入って、まあ、今後の成長戦略立ててもらうとか、まあ、法人っていうぐらいなんである意味人っていう考え方をすると、その会社がこれからどうやってやればもっと成長していくっていうのを考えるのがその後継者選びだと思うんで、例えば息子を入れればもっと成長するっていう人がいれば息子を入れればいいですけど、まあ、多くの場合そうじゃないケースが多いんですけど、あえて息子を入れる人が多い。そういうその人的つながり、まあ、人的じゃないあの親族的つながり後継者っていうのは全く気がないですね。で事実、まあ、実を言うとその5500人いた会社も今ほとんどあの、まあ、僕の手を離れてですね、まあ、いろいろ頑張っていただいてるんで、ちょっと考え方違う。親族を多分選ぶのって保険なんじゃないかと思うんですが、裏切られないっていう、で自分のお金がそのまま子供にはつながれるんで裏切りがすごく薄れるんですよ。それに対して自分じゃない部下たちを後継させると、あのお金はその子たちに渡せられませんから、会社を継いだとしても株を高いお金で買ったりとかしなきゃいけない、そういうところで裏切りが生まれる可能性がある。だから子供に継がせようとするのかなと、あの要は保険かけとくっていう。僕は保険嫌いなんで、ジムニーはちょっとかけときゃよかったかなっていうのはありますけども嫌いなんで、まあそれも痛い、余計痛い思いできたっていう、あれ保険かかってるとちょっと痛みがちっちゃくなっちゃうよなっていう部分では良かったと思ってるんですが、噂によるとジムニーひっくり返ったらドヤ顔して降りてきたらしいですよいやあれあの瞬間本当楽しかったんですよ。普通は頭おかしいじゃないですか。60になってまさか車が横転していく中をこうハンドル持ってると、でその時にあのうちの部下がジムニーで危ないとこ行くんだったら3点シートにした方がいいですよって言われたんですよ。いや俺転ばないから平気って言ってたんですよ。その時にあ3点シートにしとけばよかったわっていう思いながら転んで、でも思ったほど頭がドーンとぶつかる程度でなかったんで、すげえ楽しいと思っちゃって、あれここ5年ぐらいの中で一番楽しい思い出なんですよね、本気で。それ満身の笑みになっちゃって、いやまあいいよその話はいいんですが、いや絶対おかしいでなん で僕は今うちの会社ソフトオンデマンドって新卒で入ってあの15年経った野本っていう人間にあの社長をさせてるんですが、で彼には制作出身の人間で、僕と同じように制作を面白いものを作りたい、今までにないものを作りたい、あのデマンドらしいやんちゃな生き方をしたいっていうことはついてくれてます。ただ残念なことに経営センスが全くないです。全くできないんです。金の感情もできないし、そこでお金の感情ができる子を本来選ぶんでしょうけど、そういう子を選んできてちょっとダメなうちのビジョンを捨ててしまったっていう経験があるもんで、ビジョンを持ってる人間を優先しようってことで彼を選んだんですが、で、うん、経営なんかお前できないの分かってるからすんなって言ってます。お前の最大の利点はできねえことだと。俺は全てができてしまったから全部自分で見なくちゃいけない。全てできた。いや俺結構経営も何でもできるんですよ。数字も実は細かく、経理にもウサギいますし、なんで全部自分で見たいもんで100億が限界だったんです。それに対して自分ができないと思うとできる人を呼んでくる、その人を大切にする、そうするといくらでも規模を大きくできていく。 DMM さんが僕のライバルだったんですが、僕が辞める時には DMM ってうちよりもちょっと下にいたんですよ。僕が抜けた後はそこ大きくなっていくんですが、あそこはどんどん優秀な人間を呼んできて、やってください、好きにやってくださいっていう経営してるんですよ、亀山さんという人が。それに対して僕はピッチャーもするし4番バッターも俺っていうのが俺のやり方なんですよ。あそこは自分はベンチにいて監督でいい選手を呼んでくるっていう。お前能力ないんだったらそれをすれば
俺の壁を越えられるぞって言い方をして今アドバイスしてるんですが、高橋さん自営業だから。昔リクルートの江添さんが職業欄に自営業って書いてリクルートの社員全員があまりに驚いたっていう話を聞いたことがあるんだけど、つまり組織として運営する気はないの。うちは組織だから、法人だから、会社だから。やっぱりここ違うね。高橋がないとよ、あの愉快な仲間たちっていう気持ちでやってますので俺が主役だからな、お前ら俺の脇役やれよっていうまあ100億までしかいかないです。で、後継っていうのは僕は同じで、だから保険かけるくなくて自分のビジョンを継いでくれると思う人間に僕は任せていけばいいんじゃないのかなと。なんであの天下なんかもそうなんですが、あの早めに株が上がる前に安く売ってってあげる、お前が持ちなっていう。で、株を全部渡してあげないと後継者にならないんで。で、それはあの簡単なんですよ。あの天下で言うならば、あの彼に300万貸してあげたんです、会社作る時に。株持っとかないと自分の会社にならないからと。で、300万貸してあげて、であいつが毎月俺に返済したんですが、で実際かかったお金は3億くらいかかってます、積み込んだお金は。で、そこで大きくなっていった時にあの株を焼却しちゃうんですと。その300万円のもの、他の株を全部会社で焼却しちゃえばこれ 100% になると。だから彼天下の社長は300万円のお金で今天下多分あの資産的に言うと50億は100億近くあると思います。彼は300万円でそれを手に入れたっていう部分 でこれを僕が持ってたらば彼後継者じゃなくなっちゃうんで、っていう部分でうまくやればお金をあんまりかけずに会社を譲ってあげることができますんで。ただ自分的に言うと どうなのか分かんないんだけど、俺は自分よりもこの会社を守ってくれるのが優先なんで、そういうふうにしてきました。まあ結果は同じだね、会社をこう優先していくっていうのは。安丸さんが後継者を決める時の基準っていうか、こういう人だったら任せるみたいなところはどういうところで。もちろん経営できる人ですよ。いや、ビジョンです。経営できない高橋さんのビジョンっていうのはもう少し言うとその人がこういうことやりたいんだっていう考えがあるっていうことですか。僕は辞めるときにバカなことやれって言ったら辞めたんです。バカなことやった結果が AV 業界が非常に活性化した、その役を俺たちがやってきたことが俺のプライドなんだと。そこで賢いことは DMM さんがやってくれるんで、うちはバカなことやり続けろと、無駄な金使ってでも業界盛り上げろって言ったのに、やってなくて金がどんどん溜まったもんでひどいでしょ、うん、ガンガン金貯めたら俺にクビになったんですお前つまんないっつって、それでバンバン金使ってる野本ってやつが社長になったんですこの後稼げるかどうか分かんないですが、あの AV なんていくら金稼いだってまともな会社だと見てくんないんですよ。限界があります、まともな。だから上場もできませんし、だったらバカだなあいつらっていう、バカもあそこまで行くとすげえなっていう会社になれっていうのが俺のビジョンなんです。大丈夫でしょうか。まあ、後継者を選ぶときに片やですね、なんか、まあ要するに高橋さんの目にかなった人ってことですよね、うん、で名村さんは割と数字っていうか、そのちゃんと経営のできる、 その人の人格がとかビジョンとかなくても数字をちゃんとできる男だったら任せ、人格とかビジョンもちろんありますよね。まあ、ただ高橋さんほどこう突出した角が立ってるよりも、まあ簡単に言うと俗に五角形とか書くじゃないですか、はい、まあ、ちゃんと社会性もあったりとかね、はい、決して高橋さんが社会性がないってわけじゃないけど、はい、まあ、ちゃんと計算ができたりとか、まあ、そういったバランスが取れていて、その会社を今後成長させていくことができる人をちゃんと、まあ、できれば内部から、はい、できなければ外から招聘していくみたいな形ですね。南原さんやっぱり送りバント派ですか。1点差で9回あのノーアウトランナー一塁に出たら送りバントの指示出します。実を言うとゴルフと同じで結構あのホームラン狙い派ですね失敗も2人狂ってます送りバントの指示はしません。しないですね1点勝ってんのに勝ってんの僕はヒットエンドランでないよでゲッツーかよーとか言ってます。はい、はい、さん大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。野本、せっかくだからお前一言挨拶してみなさんに、はい、お前の話になどんなやつなのかってみんな興味あるだろうから。お勤めの野本と申します。今ご
障害がなかった経営ができない社長元ハメ撮り監督です。はい、ハメ撮り監督でございます。はい、チンチン出してですね、あの両親にあの家を破門されております。ありがとう、はい、これだけでいいです。さあ感じいいでしょ、うん、そうなんですよね、いいやつなんです。能力はないんですが。名村さんあります、いいやつで、まあ、こいつ感じいいからって言うんだけど仕事あんまりできない人を選ぶっていうようなところはありますか。まあいいやつは好きだけど、そのポジションをどこに配置するかで、例えば僕なんか悪いやつも好きなんですよ。例えばすげえ悪いやつ採用したことあって、誰からも嫌われるんだけど、そいつあの自動車って保険会社と交渉するんですよね。で保険会社の査定員が来て、これ100万で治るはずだとかって、うちは家に100万で 治さなきゃ治らんぞとかってやり取りするんだけど、めちゃめちゃ嫌なやつを採用したら、もう保険会社のやつが嫌になって、あもう200万払えますからもう大丈夫、もう本当嫌なやつなんですよ。でもそれ適材適所じゃないですか。本当いいやつ雇っちゃうと保険会社に舐められてくるっと100万円で丸め込まれちゃうんで、やっぱりいろんな人働き方あると思うんだよね。で僕は、まあ、その人のその性格に合った仕事だって、本当いいやつをさ、そういう仕事やらせても潰れるだけだし、だから、まあ、例えばその野本君にまた別の仕事させたらさ、そいつ野本にも幸せじゃないし、その適材適所だと思うよ本当に。そういう意味で野本は別に能力がない人間なんじゃなくて、制作者としてはこの業界の中で1番2番ならあの結果を出してます。だ制作と経営って全く違うセンスなんで、そこのできない方で今やれっていう、まあ、あのしっかりと陸上で歩けるようになったら水の中に今放り込んでやったって感覚なんですが、僕はその気があればなれるんじゃないのかと、その環境を与えてあげれば、彼が諦めなければ彼はなれるんじゃないのかなと思ってるもんで彼に任してるって部分で、今がバカなだけであって、あの将来もバカであるとは思ってないです。バカっていうのはあの一過性のもんであって変われますから、ハゲはなかなか変われませんけども、バカはハゲよりもは僕は差別用語としてはかなり薄いあの差別用語だと思ってます、うん、まあ、デブは痩せれるけど。まず伸ばします。あいつは OK ですか。はい、じゃあ続いて相談にご質問ある方お願いします。はい、はい、じゃあその隣の方早かったかな、その使用者さん。はい、はじめまして、茨城県から来ました、よろしくお願いします。もうリアルマネーの虎から見せたのでめちゃくちゃ会えることを楽しみにしてました。僕今41なんですが、まあ、20代の前半からもずっと、まあ、いろいろ事業もチャレンジしてきて、まあ、失敗も結構してきたんですよ。で、まあ、お二方もいろいろチャレンジとかいろいろやられてるかと思うんですけど、そのチャレンジするときに、最も大切にしてることっていうか、あのこれだけはしっかり持って、チャレンジしていくっていうことはありますか。それとも 何も考えないというか、まあ、あの数字だったりとかビジョンだったりとかっていうのは もちろん持ってると思うんですけど、それとはまた別に、まあ、俺の中ではこれを必ず、持って何かをチャレンジするっていうのがあったら教えていただきたいなと思います。これはちょっと僕が得意な分野なので先に言わさせてください。そうそう、あ、簡単なんです。もうチャレンジしすぎですから。最悪の事態を想定するんです。みんなね、最高の事態を想定してチャレンジするんですよ。それをした時に最悪何が起こるかって、じゃあ人が死ぬのか死なないのか、死んだ時にお前は耐えられるのか耐えられないのか、まあ、人が死ぬ死なないってなかなかないと思うんですが、まあビジネスで言うといくら損するか、最悪いくら損するか、それをお前は失っても平気なんだと思ったら、人に迷惑かけないと思ったらチャレンジしますし、それがその金額は絶対失いたくないと思ったらチャレンジしません。例えば話が、僕昔ラスベガスに行って100万円するっていう経験をしたいと思って行ったんですが、ちょこちょこやって10ドルのスロットでやって、ちょっと戻るとまた1ドルのとこ行ってみたいなことやって3日いたんですが、結局70万しか使えなくて、要は100万使うっていう価値を感じなかったんですよ。100万失うっていう、あそこのギャンブルっていうところで、もっと言うと1億とか張る人いるらしいんですが、俺はそこに対してそれをそこを失ってまでやりたいかって言ってやりたいと思わなかったんです。
と同じでビジネスの時にはやりたいと思ったらば1億損する、あ1億損してでもこれやってみたら面白いと思ったらやりますし、で人が死ぬとかあったら絶対やらないです。自分が死ぬの場合にはやる場合あります。それは自分の脅威範囲の中にあるんで、何でもそうなんですが、覚えててほしいのが、最悪を想定して受け入れられるんだったらやんなと、受け入れられないんだったら絶対やんない方がいいっていう、そんだけです。僕はすっごい僕高橋さんのこと今立派な人だなと思いました俺今回のパキスタンのやつなんかほとんど何も考えてませんからね。絶対この法改正とともに海外からの人材が輸入できると。で、思った瞬間もうバングラディッシュにいましたから。で、バングラディッシュの人材派遣会社の人たちとか日本学校の人たちと話をして、で、ふっと気がついたらもうパキスタンに着いたけどここってどうなのって言って日本大使館の地図見たらめっちゃ危ないからすぐ逃げろって書いてあるじゃないですかみたいな。意外だね高橋さん、そんな最終的なリスクまで計算してるんですか。もうそこしか考えないです。僕は意外に思い立ったらすぐやれ早やれ今やれですから、とっととやれって、で人材輸入するときにうちの会社の人が派遣の免許ありませんって言うから、派遣とっととそんなもん闇派遣でも偽装教育でも何でもやっちゃえって言って、そんなん3人や4人でやっとるうちにどっかからガサ入れ入るわけないだろうみたいな話で、そうしたらじゃあもうちょっと10人になったらどうするんですって言うから、それはその時に考えて勉強しろって言って、それまでに後いなんか派遣の免許がいるとか言ったら免許取れって、だからもうあっという間に来ますよバングラディッシュ人3人で、3を6にしてこっから掛け算ですよ。もうあっという間に3年後には僕は多分5万人の人を海外から招聘して、もうものすごく面白いなんかビジネスをしていて、アジアの南原孫正義と呼ばれてると思いますけど要は妄想型経営者なんですね妄想じゃないです計画です。意外と逆なんですよ。だそうです。最悪を想定してしっかり行く高橋さんと、もう行っちゃうっていう南原さんっていうね、なんかイメージと逆でびっくりしてますが、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続いていらっしゃいますか。じゃあそのマスクの青い方、山岸と言います。よろしくお願いいたします。ドラえもんがいない世界ののび太くんがこうジャイアンに勝つにはどうすればいいでしょうかよろしくお願いします。真面目に考えたけど、その喧嘩では多分勝てないと思う。だってもう体力的にも体格的にも違うし、で勝つ負けるっていう意味が別に将来立派な家庭を持つとか会社に勤めるんだったら何もしなくてもジャイアンに勝てると思うし、まあその質問の定義自体があんまり抽象的すぎたんで、小学校5年生のままで泣かされないで、ギャフンと言わせる方法ですね。今でもドラえもんがいても泣かされてるじゃないですかしょっちゅう泣いて帰ってるじゃないですか。僕はジャイアンは非常に重要な人材、悔しい思いさせてくれるっていう、それが今教育業界だとか日本という国も含めて非常になくなってしまってて、僕は理不尽というものは絶対に人を育てるのには重要だと思ってまして、その理不尽なものにぶつかった時にどういう態度を取るかがその人間が将来どう変われるかっていう部分で、その人間ってのはいい時にはみんないいふりできるんですよ。良くなかった時にどういう態度を取るかは千差万別なんです。その悪かった時に俺は向かっていくべき、正しいと思ったら負けても負けても向かっていく、何度負け殴られても向かっていくと相手怖がるんです。僕は逆の立場でありました。小学校の時何度殴っても向かってくるやつがいて、途中で怖くなってきましたその経験があるもんで、おかしいと思ったら向かっていく、それを鍛えるために僕はジャイアンは必要だと。でそこでドラえもんに頼ってるのび太は成長しないから、僕は子供の教育に悪いんでドラえもんは家では見せませんでしたドラえもんはいないからね。
で僕はあのジャイアンっていう存在、人間の中で絶対にああいう理不尽なものはなくせませんので、それに対する適応する能力をつける教育をすべきなのに、いじめを排除しようと思ってる今の教育は間違ってると僕は思っています。ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますか。はい、じゃあその慎吾ちゃん。はい、あ、慎吾ちゃんです。よろしくお願いします。一番最初に、まあ、やりたくなったら行けと、流されるように行けってことで言われたと思うんですけど、すごいビジネスも生活も僕結構、考えていくタイプなんです。すごい慎重なんです。で、それってどちらもやっぱりこう、まあ、言葉通りなんですけど、こう気持ちのまま行った方がいいのか、それともこう今のままこうちゃんと考えていくべきなのかってとこがすごい迷ってるんですけど。まあ、石橋を叩いて割ってたら意味がない、はい、慎重なのはいいけど慎重さ加減にも程がある、まあ、それはやっぱりその言葉でなかなか定義しにくいけど、本当に僕ら昔石油業界、つまりガソリンスタンド業界の人たちと話をして、こんな面白いビジネスがあるからやろうよって言ったら、みんな石橋叩いて、最後の人は何て言ったかっていうと、石橋を叩いて割った方がいいんだって、ふーんって思ったけど、それじゃ一歩前に進めないよね。だから慎重すぎるのはあまり意味がないけど、無謀すぎるっていう言葉も違うし、それはその日本語難しいけど、本当に自分のその、まあ、さじ加減というか采配というかバランスか、だからもうちょっとその慎、まあ、自分が慎重すぎると思ってるんだったら、もう少しチャレンジした方が面白いんじゃないかな、人生は。ございます。若いから多分今持ってる才能っていうものに気が付いてないと思うんですが、何かの事業をしたいって、それすごい才能なんです。エネルギーなんです。俺今になって分かったんですよ、なんであんなムキになって働いてたんだろうって。全然今働く気ないんですよ。あれが最大の俺の財産だったなって。その時に無謀に動いておいてよかったなと。で、何かをしたいと思うときにお金が必要ですよね。そのお金はあるという設定した方がいいんですか。まあ、少ないですけど多少、はい、あると、はい、って言ったときに確実なものは何かって言ったら、やりたいという気持ちとお金がある。あとは全部不確実ですよ、成功するとかしないとか。なら動いちゃえばいいじゃないかって。確実なもんだけ見たらば、やりたい気持ちとお金あるんでしょうと。あとはやってみなきゃ分かんないじゃないですか。で、きちっとルート作ると外れた時に困ります。適当に行くとそこからルート探します。で、一歩前に出ると一歩違う景色が見えるんです。五歩前に出ると五歩前のまた景色が見えるんです。ここにいる時に見えないものがだんだん見えていくんです。そこでもうどうしたらいいかを考えていく。これね、申し訳ないんだけど、テレビが俺たちバラエティだったもんで、ドラマって1年かけてきちっとシナリオを作ってその通りに撮っていくっていうのがドラマのやり方なんですよ。僕らはバラエティは、ま、台本を作っていくけど、現場に行ったらいろんな要素が起こる、それをうまく利用してまた面白くしていく。要は1回台本で構成しろ、次に現場でもう1回構成し直せ、帰ってきたらばそれをまた V を見てもう一回ゼロから面白くする編集をしろっていうことで、3回構成しろっていうのが伊藤から教わったことなんです。この後伊藤さんの相談で、高橋がそう言ってたんですがって言ってくれると、伊藤さんが何て言うか分かんないですが俺はそういうふうに記憶してるんですが、っていうのがテレビのバラエティやってきたやり方なんですよ。たけしさん映画行った時に同じことやったんです。だからみんな最初品質買ったんです。現場でボンボン台本変えるっつって、でも現場で気がついたら帰りゃいいじゃないっていう。なんで、じゃあ台本なしに現場に行ったらいいかって言ったら、それも違うと思います。その範囲で考えられる台本は目いっぱい考えるべき。ただそこの台本が完璧なものはできないんだと思って走り始める。で、現場で台本書き直す。すごいのがありましてね、伊藤のロケで、かっこいい女子高生に憧れてるバスケット部のキャプテンがいて、それを5分間のビデオにまとめて撮ってこいって言ってロケ行ったんですよ。で、そんないろんなもん撮った中で練習試合をしてもらいまして、
でそれで終わって帰ってきたんですよ。で夜中の2時に編集してたら伊藤が回ってきまして、見せろっつって見てって、おいお前この相手チームのこの監督さんかこれと、怒鳴ってるのはと、あれいけこの野郎バカ野郎とか言ってる女の人なんですよ。この人面白いなと、うん、この人鬼コーチがいたってタイトルに変えろと。もう数少ないそのコーチが映ってるところで5分間まとめられないんで3分にしましたけど、いや面白いビデオを出すのは私たちの仕事であって、女子高生で行って面白くないと思ったら、このこいつの方が面白いじゃないかと、もっと言うと伊藤現場で変えるべきだっていう発想なんですよ、うん、いやできないっすよ現場で女の子が喜んでテレビが来たって言ってるところで、あなたはやっぱり交代こっちにしますなんて。昔そっくりショーの番組で、あのリハーサルの時に、あの全員がやるんですよリハーサルで、伊藤が見てて、あいつ似てないんじゃないかっつって、ちょっと似てないですね、編集で切りますかっつったら、今返せよ、いや北海道からお土産持ってきてくれ、来てくれた方なんですよ、親族みんなが期待してますっつって、お前あいつが出たら本番流れが落ちるだろうと、雰囲気がと、取り戻すのは大変なんだと、帰ってもらえ今誰が行くんだよ。そういう作り方してきたもんで、僕はバラエティ的なもんで、 あらゆるものを作品を作るにあたって大きな方向性が決まったら行って、あとはもうその場その場で反応していくっていうのが僕にとっては向いてる作り方、それは人それぞれがあると思います。僕に聞かれるとそれがいいって答えになります。南原さんだと違うでしょ、まあ、バラエティだと台本だけど、授業だとやっぱり授業計画立てるから、もちろん僕ら3年とか5年の授業計画引いて、でそれダメだったらダメで月次で必ず修正していって、それ全く最初に引いた事業計画をそのまま履行していくってことはないんで、そのためにいろんな報告を受けたり、その会議をやったりしていって、まあ、それ最終的にその自分たちが目的達するところも変わってくることもあるよね、もちろんね。でもともとはこっちの右に行く事業をやろうと思ってたやつが少しずつ左にぶれていったりもするし、でも修正はできるから、金井さんの言う通り、だまあ、今あなたがこう何かをやりたいっていうところで、僕もう一点言うと、自分のこう得意なこととか好きなことっていうのは成功の確率が近いんじゃないかと。例えば自動車の話で、自動車の部品の名前って自動車好きじゃない人って全然覚えてないんですよね。ここのビスの名前はこんな名前だとかも覚えてるんで、それって覚えやすいんだよね、好きだから。そういうことをなんかこうやりたいんだったら、まあ、金井さんの言う通り、やっぱりきちんと台本みたいな、僕らで事業計画みたいなのを作って、もちろん現場と同じように僕らもいろんなこう、まあ、ケースによっては少しずつ変えていったりとか、まあ、人の採用とかいろんな、だけどその台本って面白いのは、まあ、現場で台本変わったっていうのは僕あんま聞いたことないんだけど、でも事業計画の方がより現場で変えられると思うし、まあ、それをさ、こう人の意見も事業計画って聞けるし、まあ、いろんなその検証もできるし、どっちかっていうと台本を変えるより事業計画を変えたり、それを履行していく方が簡単で、人が思ってるほど事業ってこう危なっかしいとは僕は思ってないんだよね。まあ、大体やればなんとか方向性は変わったり、例えばパスタ屋がそのうどん屋になるかもしれないけど、例え話で言うと何らかのこう維持をさせていって、まあ諦めずに最後まで頑張ってれば、まあ今破産とか倒産とかっていう言葉使うけど、実際破産とか倒産の定義に当てはまるところまでなかなかそう簡単にやれないと思う、逆に言うと。だって破産っていうと、じゃあ自分が破産しようと思ったらちゃんと法的に破産しないといけない。でも事業で破産っていうと、じゃあ一般的にはもう金が払えなくなったら破産かっていうけど、じゃあ八百屋に対して仕入れをもう1ヶ月待ってくれるとか、まあ、そんなことを言ってなんとかかんとか切り返しも狙えるし、まあ、僕はまあここにいる皆さんもし事業やりたいんだったら、ぜひこう、まあ、やれば世間で言うほどは危なくないと思うし、あとね、まあ、ここにいるほとんどの人たちがサラリーマンっていう人たちじゃないですか。その人たちはもう一回戻れるんですよね。だって今の会社辞めたとしても、今非常に求人不足してるんで、1年後の同じような給料同じようなスキルで
まあ、ここにいる顔ぶれぐらいの、まあ、30、40ぐらいだったら、まあ、60になっちゃもう戻れないけど、まあ、戻ることもできることを考えると、じゃあ実際みんなが言う起業するにはリスクがつきもんですよね、大変ですよね、危ないですよねっていうのは、あれは単なる幻想だと思う。はい、はい、大丈夫ですか。あの、はい、計画をきちっと立てた上で現場で判断していくっていう部分で、まずはやはりきちっと計画を立てるべきだと、その全体像が見えるようにと、はい、もちろんです。でそこでも変化は重要ですよね。の割に自分は飛び込んでっちゃうんで危ないですけど、ね、実際言っちゃいますけどね。そうなんですよ、これ人に言ってることとやってることが、南原さんが任せたところに現場でいろんなことが起こるじゃないですか、そこにはアドバイスをするための会議っていうのは頻繁にされるんですか。もちろん頻繁にするけど、よくあるのが僕がどっかへガーって行こうとすると、この間っていうかちょっと前ですけど、イラクへ車を買いに行こうとしたんですね、イラク戦争の時に、はい、たらみんなに討論ご乱心をって言われて、袴の裾を踏まれましてですね、その場にバッタリ倒れてですね、パスポートも取り上げられてしまったと。それはリスクがあるから、生命的なリスクがあるから、まあ、僕はあんまりリスクないと思ったんですけど、そんな戦時中のところに車を買いに行くのは危ないんじゃないかって言われてですね、はいはい、あのフランス料理やったりとかした時に現場行ってやっぱり意見言うんですか。もちろん言いますね。やっぱり必ず意見あります。あります。ありますよね。ええ、タコさんね、僕たちが公務員バカにするのって、公務員って日本を良くするため、市民を良くするためにこういうルールを作ろうよってやった、やってみたらそれが結果にいかないと言っても、その方法論が決まったら方法論を徹底的にやらなきゃいけない。いや、目的はビジネスやるんだったら儲けることだって言ったら、ラーメン始めたのに今言ったようにうどんに変えるっていうのも現場で判断すればいいのに、公務員ってそれを許されないから、だからつまんない仕事だなっていう。いや、上が決まったことなんでこれをすると市民が困ってるんですけど、でもルールなんて変えられませんみたいな、あ、なんかすごくあの社員見てると感じるんですよ。なんで現場で変えてくんないのと。方法論は言ったけども、方法論にとらわれてるのは違うよねと。あなたの時間が無駄になるじゃないと思うんですが。でその点経営者はで現場に行くでしょ、多分まだ若いから、はい、ただいくらでも変えられるよねっていう。これが大きくなる。あとね、公務員かわいそうなのは、はい、上の命令に従わなきゃいけないのがものすごい強いんですよ。僕はあの国交省で、まあ、簡単に言うとウーバーみたいなやつの穴を見つけたんですね。あれウーバーって日本で普通に自分の車で迎えに行くと白タクじゃないですか。でも事故の管理してない車で迎えに行けば白タクにならないんですよ。つまり南原さんが高橋レンタカーにレンタカーを借りるから、伊藤さんちょっと取りに行ってよ。で、運転して一日案内して、じゃあ料金を人件費と車代払うよって言うと、これウーバーにならないですよ。白タクにならないですよ、正確に言うと。システム的にはウーバーになるんですよ。で、最初国交省の人たちが、それすごいね、南原さん。そんなとこ見つけちゃうなんて、さすがって言ってベタ褒めされて、じゃあそれさ、一筆ちょっとちょうだいよって言って、じゃあ今度出しますねとかって言っとったら、うちの社員がちょっと下手打ってですね、今度こういう事業やるからって言って大々的に沖縄で発表して求人募集出したんですよ。その求人募集に気がついたタクシー組合からですね、ものすごい反対を食らって、全国タクシー組合、全国タクシー新聞、なんとかかんとかから、南原死ね、悪だみたいなこと書かれてですね、で、そいつらがあの、国交省の大臣に陳情するじゃないですか。で、大臣がちょっとお前これ、どうなっとんだって言われた途端、国交省の人間が電話にも出ず、もう逃げ回ってですね、僕はあの国交省に乱入して、椅子をバーンって出して、国交省の課長の前にバーン座って、机を思いっきり叩いて、ふざけるなって言ったらですね、ガードマンが来て連れてかれましたけど。公務員の恨みあったんですね、いや、でもね、あれ、あの課長も、上から言われたからしょうがないんですよ。なるほど、うん、はい、課長自身はこれは絶対面白いシステムだし、日本のためにいい突破口だねぐらいのこと言ってくれてたんだけど、もうちょいやります。あのもう伊藤さんまだいらっしゃってないでしょ、はい、じゃあ最後ちょっと最後もう少しいきますか。はい、じゃあ青い方に、あ、すいません、ガナリ社長にお聞きしたいんですけども、あの勝手になんですけども、あのもう引退されたんですけども、上岡龍太郎師匠にあのすごく人相が似てるらっしゃるなと勝手に思ってまして、考え方とか感覚も似てる部分あるんじゃないかなと思うんですけども、
何かのお付き合いされていたとか上岡龍太郎さんから何か感銘とか似てるなと思った感覚などがあればお聞きしたいです。ちなみに似てると思う人手挙げて。あ、すいません僕俺は全然似てないと思うけど。本当ですか。もうほとんど見てないから分かんないです。あ、本当ですか。今顔も浮かんでこなかったし、まああのすっぱりやめるみたいな引退みたいなことをどう考えるかみたいなことではあると思うんですけど、何かしっかりとした信念の持ってる方なんでしょう。そうですね、はい、僕ねないんですよあのいきなり何か話をしてたら粉があるって言ってましたからてかあの方々って10時間ディベートしても買えないですよ。あ、はい、俺昔あの方なんだっけ、漫画家の、うちでよく映画監督やってくれた江川達也さんと昔東京モザイクがあるべきかないべきかってディベートしてて、で彼は絶対モザイクいらないと、僕はあった方がいいっつって、で30分ぐらい話してたら最後の方で、あ、ない方がいいっすねって言ったんですよ。お前のずるいところはお前の一番得意とする専業分野なのに話してたら、あ、そっちがいいですねって、なんでこのって変えられるんだと、より話聞いたらいいと思ったんですもんと、絶対なんてはないと思ってるんで、あの状況によっても違うし、違う意見を聞いたらそれ変わるかもあるっていうのが僕のすごいプライドとしてあるんですよ。世の中の大体立派な人だって言われる方って100時間話しても自分の意見変えないですよね。まず頭であるのが相手をどう論破するかって考える。僕違う意見があったら聞きたいんですよ、ナンバーさんの意見とか言ったら、で納得したら変えたいと思ってるんです。だんだん年取ってくると変えられなくなってきますが、まだ変えられる余地はあると思ってるんで。なんで一番嫌いなのは大竹まとことんど似てるって言われるのはあれ電波芸者ですから、あいつの話聞いてると何を言うと大衆に迎合して喜ばれるかは結構考えて喋ってるのがはっきりと分かるんで、そのくせあのなんか立派な顔しやがって、あれ戦前だったら相当ダメな軍人ですよね。戦前だったら僕会ったこともないですよ。ただテレビから伝わってくるんで、ああいう人間と一緒にされるのはすごい腹立ちます。じゃあ大丈夫してませんか。まあ上岡龍太郎さんのその論理的な割とロジックがちゃんとしてるみたいなとこはちくくって言ってるけど、非常にタイプは違うかなっていう気はします。プロッと変えますから。ありがとうございます。竹山誠が嫌いだってっていうことが分かりましたね、はい、最後質問ありました、はい、じゃあ、はい、でですね、今日僕今40歳なんですけども、で19と17の娘がいるんですけれども、で今とてもお金がかかるんですね娘に。で自分は仕事イコールお金なんですけど、お二人を見てると仕事イコールお金には見えなくて、その仕事の対価がお金じゃなくなった時っていうのはどういう時なんでしょうか。今の最後のところしようかね、最後の質問なんですよ、仕事の対価がお金じゃなくなった時っていうのはあるんでしょうか。うん、僕は人生で一回もないです。要はお金を稼ぐためにっていうのは、うん、これね、バトルにならない。俺もね、金欲しくない、別にいらない、ずっとお金欲しいと思ったことない。優先順位がお金がいくらよりもは楽しい仕事したいっていう部分で、食えなくなった時にバイトに行ったりとか、そういう30代であった時にっていうのはお金のためってありますけども、本業としてはそのために仕事を選ぶってことは全く僕はないもんで、ただ今のお話で言うと19歳といくつでお金がかかってるった時に、いや仕事が子育てですよねと、そこがメインで、そのするために結果を出すために仕事という名の仕事をしてるっていう部分で、本当の仕事は子育てに一番力を使ってらっしゃる、すごい楽しい仕事だなと。って見るとすごくいい環境なんですよ。まあ、でも今の質問、まあ普通に聞くと、今の子たちってお金じゃないんだよね。だからそういうのは僕たちはどこでお金とその価値観が変わったっていうことを聞きたいと思うんだけど、まあ、多分僕もがなりさんも、僕なんか会社創業して10年間の給料が、毎年取ってた給料が210万ぐらいだったんだよね、年収で。お金興味なかったから、一番税金のかからん給料っていくらって言ったら
年収210万って税理士が言ったから、まあじゃあそれでいいよって言ってやってただけ。僕の1億よりもあなたの100万円の方が子供は感謝しますよと。 いかに自分の身を削ってその子に何か与えるっていう。僕は1億出しても僕の身は削れないもんで、俺は貧乏な家ってそこで苦労して自分の身を削って育てるって必ず子供に伝わるんだろうなと。なるほど。うちの息子にはごめんって言ってます。金持ちの娘はそういうこと感じないですよね、大体ね。うん、いや触れ合ってないから知らないでしょ。俺触れ合った結果がごめんなって言ってるんです。いやこの間ちゃんと LINE 送りましたから。あの痛みを持って育てるっていうものをちゃんと子供は感じてくれるっていう、非常にいい環境な気がしますね。で、仕事が楽しくなくてもいいんじゃないのかなと思います。最大の結果が見えてるんですよね。はい、じゃあもう本当に最後行きましょうか。もう一個行きますか。伊藤さんまだなんだよね。いらっしゃった。じゃあこれ最後にしよう。これ最後に。じゃあはい、じゃあ、あの一番後ろの方。はい。何か南原さん目当てじゃない女性がいたら来たかったんだ。すいませんいますかって言ったら手が上がらないと悲しいから。高橋さんなんですけど、あの部下社員さんに対するなんか暴力を振るう、まあ、基準っていうか、なんか理由っていうか。いや簡単ですよ。簡単。要は仕事、お金払って仕事をもらうっていう取引じゃないんですよ。子供たちなんで。しつけみたいなもん。はい、前は折れたけど、考えてるところが、いや利害関係でお金払うからこんだけの仕事してよった時に、それをしてくんなかったら解雇すらいい話だし、相手にしなきゃいい話だし、そうじゃなくて俺がこの子を育ててあげるんだと思ってるから、間違ったことがあったら鉄拳制裁する。ただここであるのが、うちでは絶対に子供に暴力は反対派なんですよ。俺しないって亀さんと話し合ったんですよ。なんでって言ったら、子供は選べないんで。うちの社員たちは鉄拳制裁する社長が嫌なんだったら辞めてきゃいいし、その時に訴えれば俺は必ず2、300万を取れるよって言ってますし、俺金払うしって言ってますし、そのリスクを背負ってでも、お前のここはおかしいわ、殴ってやりたいっていう。で僕は殴られた結果、伊藤に殴っていただいたおかげでいろんな反省できたし、もう一歩頑張れたんで、俺はすごくありがたかったと思ってるんで、自分がいいと思うものは俺は与えてあげたいと思ってる。ただ世の中一般には受け入れられないってのは分かってますけども、まあ幸いにして AV 会社なもんであんまり問題にならない。そうですね。AV 会社ってね、自分のね価値観で生きやすいんですよ。吉本興業さん大変そうだなと。世間はどう見るのかとか考えなきゃいけないから答え出せなくて。だって吉本興業ってもともとあれヤクザですよね。興業ですからね。興業、はい、だって僕ら車昔売ってて、なんとか興業っていうところ行くと提灯ぶら下がってて怖い思って、まあ、中古車売ってる人間と興業してる人間はヤクザですよ。まあ僕らお客さんにはいっぱいいましたね。昔あのベンツ乗ってる人半分ヤクザですから、ね、キャデラックとか 100% ヤクザじゃないですか。まあ、よく納車行くと本当にね、日本刀とかいろいろ置いてありましたからね。その知ってる人がうちの会社入った時に、うん、なんてまともな会社だと思われたでしょ。思いました。全くヤクザ性ないっていう。ない、意外に。でも馬乗りになって殴ってましたよ。馬乗りになったかどうかは、いやだって愛情なかったら殴れないですよ、馬乗りになって。何にも得ないっすもん。まあもうやめましょうこの話。あのね、伊藤さんにぜひこの後聞いてください。暴力はいかがなもんか。聞こう、後で後で聞こうで。昔聞いたことあるんですが、ほうっていう。というようにですね、今日もあの皆さんの、もう全く今日初めてこうやって2人が答えてくれてるんですけど、まだあの相談されできなくて今日もっとしたかったなっていう人はですね、あの受付のとこにあの前向き人生相談申し込み受付っていうのを設けてますんで、帰りにちょっと寄っていただくと、あの今度は高橋さんと1対1であの人生相談できますんで、ぜひあのお立ち寄りください。それでは時間になりましたんで、高橋さん、あの南原さんも参加してくださるということなんで、ぜひあの人生相談、はい、はい、
これ30代40代の方がいますが、短めにちょっとエールっていうか、名前さんちょっとなんかこれからこうやって頑張っていったらどうだみたいな一言お願いできますか。まあ、僕と高橋さんって結構真逆なところもあるけど、なんて言うんだろう、同じようなところもあって、人ってそれぞれ人生ってやっぱりいろんな人がいると思うんですね。例えば僕らはこのほんのちょっとのすれ違うところもあれば、本当に全く正反対のところ、皆さんも人生って自分たちがどんな人間とこう関わっていってどんなことをやっていくっていうのをもうちょっと本当に真剣に突き詰めて考えていくと、これからの人生って今まで思ってたことよりも本当に変えられるかもしれない。さっき言ったようにやってみないっていう、まあこれありきたりな言葉だけど、やってみないっていうリスクっていうのはものすごく多くて、あとね、時間が過ぎていくんですよ。必ず皆さんも僕も5年経てば5年年を取っていくし、やれるっていうタイミングってもちろん絶対決まってるんですよ。いつでもいいんじゃないですよ。僕ら本当に、まあガナイさんも61で僕59だけど、これぐらいの年になるとさすがにやる気もそがれてくるし、できることも少なくなってくる。でさっき言ったように欲しいものもどんどん減ってくる。だってさ、僕ら姉ちゃんはべらしてとか全然そんなことしたくないし、もちろんそれ若い頃だったら女にモテたいとかいろんな欲望があるし、欲求あるし、例えば子供たちにしても何をするにしても本当にその時間に限りある。で自分たちがまあ例えば40歳だとすればまだチャンスあるし、でそれが刻々と過ぎていくことに気がつかない。僕なんか今年の1月1日に初詣に行ったけど、もうあっという間に半年で、もう半年経てばまた1月1日が来てまた初詣。皆さん初詣行ったのついこの間だよ。でクリスマスやったのついこの間だよ。もう1年あっという間に経ってまた次のクリスマスが来て、そんなこと言ってる間に10年が去っていって、あっという間に自分の一生終わっちゃうんですよ。それよく考えて、まあ行動するとか何かを変えたいとか、まあやりたいとか聞きたいとか、そんなことはやっぱりその大切な時間を絶対に意識してほしい。以上です。はい、高橋さん一言。先日相談者に掴みかかってこられたことがございまして、これオンエア俺はしたいって言ってんだけどダメだって言われて、今どうなるかっていう部分なんですが、芸術家になりたいっていう子がお前もっと殻破って本音出せって言ったらずっと煽ってやったら、最後にちょっち行っていいですかって来たら、俺をいきなり首絞めてきまして見たいですねそれ。撮影はしてるんですよ。で、ここを締められて、それぼかしと声変えてもダメなんですか。俺はそのまま出したいって言ってるんですがなんでって言うと、こうやって締められてしばらく弱い近かったんで、その後どうするのかなと思ってたわけ。ただ止めが入っちゃったもんで、止め入っちゃうと殴れなくなっちゃうから、やばいと思ってパーンと直して、パーンとそっちですよ、そっちがダメなの多分なんで悪いのか分かんないんですよ俺一生懸命その時間かけてこいつに、もっとお前芸術家になりたいんだったら殻破って本気出せって、おい狂った目になってきたじゃないかとか言ってたら、それを俺にぶつけてくる人として間違ってるんでしょ。ほら体でも違うんだよ、ちょっとやんなしかないっていう。でもこれを流すとまた問題があって YouTube も落とされるかもしれないとか言われて流せないんですが、なんでみんな本音で語らないんだろうと、本音で生きないんだろうと。あ、俺 AV なおかげでね、ほとんどの人が認めてくんないんで、嫌われることを恐れずに好きなことが言えるっていう、あ、俺 AV で本当よかったわって思ってる部分がありまして、皆様それぞれその立場があるからできないと思うんですが、極力自分の本音で正しいと思ったら正しいって言って生きていった方がいいんじゃないのかなと思っておりまして、詳しくはぜひお越しいただけると、大体1時間半から2時間一生懸命喋ってますんでお越しいただけると嬉しいです。ちなみにその狂った目をした彼は元気に帰ったんですか。元気1時間ぐらいはうちのスタッフたちに眺められて、はい、前向きになって帰ったんですかね。多分恨んでると